はい、有酸素終わりました。30分。もう1週間前よりはだいぶ腹筋も。ほな、5月21日火曜日いってきます。はい、帰ってきました。7時半。今日は2頭と3頭のトレーニングやります。はい、夜ご飯です。はい、寝ます。有酸素終わってプロテインと欲しいもん2本。はい、5月22日水曜日行ってきます。はい、帰ってきました。仕事終わり、7時20分。今日は肩と背中のトレーニングします。大会まであと10日ぐらいなんで、今日もバチバチに追い込みます。なるほど、はい。朝ごはん、あんまり体重は動きません。ほな、5月23日木曜日行ってきます。帰ってきました。仕事終わりました。今日7時20分。今日は胸のトレーニングします。疲れたんで今日は寝ます。はい、帰ってきました。仕事終わり、今7時半、7時30分です。金曜日、今日は腕のトレーニングやります。筋トレ終わりました。筋トレと有酸素30分終わりました。なんか YouTube が見てもらえててめっちゃ嬉しいっす。会社員として働きながらでも自分の好きなこととか筋トレって全然できるっていうことを、まあ、自分がまず行動することで証明できたらと思ってます。ほんでよくコメントにあったジムめっちゃ近いっすねっていうのなんですけど、僕はジムと職場の距離で家を選びました。ジムは2個行ってて、ゴールドジムとエニタイム行ってるんですけど、ゴールドジムは2分、エニタイムは10秒
職場はドアドアで15分一駅のとこに住んでます。やっぱ移動時間を短縮してその分自分のやりたいこととかっていう方に投資する方がリターンはちょっと家賃上がってもそんだけのリターンは得れるかなと思ってます。今日はチートデーってことで炭水化物を。一緒ですよね。一緒やね。で見てブログを迷うじゃん。ツイッターとフォローインスタのフォロー結構増えてるんですか。4割引き。見てよ、でっか。うれしそうやな。嬉しいですか。はい。よし。はい、こんにちは、あきおです。今日はベストボディのポージングの練習会を4人でやります。じゃあもう一回いきます、最初から。フロントポーズ。